1568年のマラッカ包囲戦は、アチェ王国のスルタンアラーウッディーン・アルカハールによる、ポルトガル領マラッカへの攻撃。マラッカは1511年のアフォンソでアルブケルケによる征服以降、ポルトガルの拠点となっていた。この攻撃は、イスラム教諸国が同盟し、ポルトガルをマラッカやインドの海岸から追い出そうとしたことに、起因する。マラッカから遠く、西にある、 オスマン帝国も、砲兵の援軍をアチェンに送ったが、キプロス侵攻とアデンの反乱鎮圧を同時進行で、戦わなければならなかったため大規模な援軍は、派遣できなかった。アラー・ウッディーンの軍には1万5000の不評、オスマン商人、そしてガレー戦の大艦隊が含まれていた。マラッカ氏は、ドンレオニスペレラ及び、彼を支持したジョホール王国の援軍の奮戦により、侵攻から守られた。 しかし、アチェ王国によるマラッカ攻撃はそれ以降も続き、1570年には早くも再び包囲された。このマラッカへの攻撃はポルトガル王国を弱体化させた。1570年代、モルッカのスルタンたちはポルトガル人を高領諸島から追い出した。ポルトガルジョホールアチェの三社はその後も和戦を繰り返したが、 マラッカは1641年にオランダとジョホールが連合して道地を占領するまでポルトガルの支配下にあり続けた。ありがとうございます。